はい、こんにちは、劇団スカッシュ大塚達也です。そして劇団スカッシュ中田大地と、あと俳人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、とあるまあ事情で埼玉にいまして、はい、で埼玉 の、 あのイオンの方に、はい、あのちょっと3人で行きまして、はい、ちょっとイオンをぶらつこうの回です。はい、うわー楽しい。じゃあもうお金はすごいあるんで。お金はある。お金あるんで俳人さんと俺どっちが落とせるか玉が出てくるんですね。これ23456789。あー全然違うとこ行きました。これ相当難しい。いや、パスが飛ばないっすよ。違うんじゃないですか。当たった、当たったでしょ。当たりましたよね。当たりました。当たっても全然飛ばない。これ一生無理だ。これ無理ですね。これ無理だ。やめましょう。危ない危ない。射的ゲームに文句を言うおじさんたちでした。今ですね、散々ここのイオンを楽しみまして、はい、で、まあ、ハイジーさんの方でもこういう動画を見てるんですけど、ありがとうございます。ハイジさんのやつ撮ってで楽しみまして、はい、で今マックでも食べようかな、はい、再生回数がマックってあるみたいなんで、ね、ギガマックみたいのをちょっと食べたかったんですけど、うん、なくてグランドビッグマック食おうと思ったのね、うん、でグランドビッグマック食おうと思ったんだけど、はい、大地が食ってたからさすがに同じチャンネルで食べてる人は違うとはいえ、はい、取り合いはやっぱ、わけわかんないと思うんですよね。はい、一応そのなんかグランドセットみたいなのがあるんですよ。はい、コーラとポテトが超でかいんだけど、はい、コーラがこれ、はい、M がちなみにこれなんですか。いやーありえないお店でしょ。ポテトの方今出しますね。はいはい、ポテトいやこれでかいよ。わかるこのでかさ。熱々。熱々は分かんないけど、もっと分かんないけど、箱からもう初めからはみ出して置いてある部分があるから。ちなみにハンバーガーはどうしたんですか。いや、なんか普通にちっちゃいやつ。グランドビッグマックにグランドセットってことではなくて、いや、ちっちゃい。あ、そうなんです。ちっちゃい。この動画のタイトルってどうなるこの場合。あ、でも普通のちっちゃいハンバーガー食べてみたい。待って、見てください。2個これ入んない。本当に2本で飲んでみたいな、みたいな、そういうこと。いや、いいでしょ。どうでした。まあ、美味しいですね。味はやっぱコーラ美味しいですね。まあまあまあ、結構疲れてる時にね、コーラは美味しい。コーラはやっぱいいですね。コーラはいいですね。はい、コーラは美味しかったです。美味しかったですけど、なんて言うんでしょうね。まあ距離は縮まった感じだったけど、一気にね。そうですね。今日初めて、ほとんど初めてみたいな感じだと思うんですけど。そうですね。距離感は縮まりました。一回これ経験した。だからそう、だからこういうのをやりたい人、はい、今みたいなのをやりたい人は、はい、そうやって飲めるし、はい、いっぺんにいっぱい飲みたい。そう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 。可愛くねえよ。何やってんの。可愛くなかったですか。敷地をカスタムするっていうのはどうですか。いいですね。だってそうしたら再生回数取れそうじゃないですか。そればっかり再生回数はもう忘れましょう一回。だカスタムしたら激うまになった。激うまになった。チキチーをカスタムしたら激うまになったんですよ。でもケチャップももらってるから、はいはい、カスタムできるの。ケチャップもこのこれでこう。林さん、なんでそんな気使わせてんの。この髪絶対どかしてない。さっきずっと気になってるんですけど、かぶさってるやつ。なんかこうカッパッと。あ、はい、これで行っていいですか。これで美味しいに決まってると思う。まあ、そうだね。ハマる。可愛くね。でも可愛さとは裏腹に美味しい。美味しい、全然美味しい。可愛さとは裏腹に。なんでどういう前置きなんだ今の。あ、でもポテトどうぞ。見て。あ、でも僕らちょっとこの後2人で行くんで。あれなんだよ僕ら。え、だって見て、この量すげえな。トレイ、トレイ半分埋まったみたいになってる。それじゃあいかがだったでしょうか。劇団スカッシュプラスハイジイオン編いかがだったでしょうか。はい、どうしたんですか。俺、取れ高のためにマック食べて、はいはい、お腹いっぱいになっちゃったんですけど。いや、だそれ一番悲しい姿ですよ。みんなでご飯行くって言ってんのにね。確かに取れ高優先して食べたくないもの食べてお腹いっぱいになってるって、それはちょっと問題ですよ。え、じゃあ視聴者さんが悪いって言いたいんですか。ハイジさん。え、達也さんが悪い。それは達也が